このまま足踏み。いやー、これ いつもご視聴ありがとうございます。本日はのんちゃん、ヨガのインストラクターもやられているのんちゃんに簡単にできる運動を教えていただきたいと思います。のんちゃんとも20年来の付き合いなんですが、こうやってヨガの先生として教えてもらうのは初めてなので、そう。お願いします。こちらの、のんちゃんのスタジオです。なんで、いつでもとか予約かけますね。いらないです。いらないそうです。それで、センター街がヨガで予約したら出てくる、はい。概要欄にも載せておきますので、のんちゃん先生にぜひ教えてもらっていただきたいです。はい、じゃあ、まずは、自宅で気軽にできるように、この YouTube で。もちゃん先生、教えてください。じゃあ、ちょっと、3、4ポーズ。はい。ゆっくり一緒にやっていきましょう。はい。うん。じゃあ、まず、ちょっと最初、足の甲を結構伸ばすの大事なので、うん。正座になって、はい。で、後ろについてもいいです。膝を。足の甲が。本当だ。このポーズしない。普段。そうで、痛かったら、こうしつつ。結構上がるんだよ、これね、最初多分、なんか痛いと思うけど、これ伸びるかも、こっちみたい、ここの全体が伸びると結構ヒール履いたりとかすると詰まっちゃうから、伸ばしたら結構つまずきづらくなる。で、ヨガはやっぱり呼吸がすごく大事だから、呼吸に意識向けてあげて、できたら鼻呼吸で鼻で吸って鼻で吐く、ゆっくり自分のペースで。そんなにすごい書くので、これできるようになったら、大変もう全部お尻に慣れて、なるべく頭とかもするようにして。すごいよ、この角度。ちょっとなんか横向いてやってみて、この角度の違いが分かると思う。これで向き合っちゃったけど。ほら、私結構これでいっぱいいっぱいだから。見て、だからこうやって股関節から分かるような感じにしてあげて。そう、呼吸忘れちゃうの。全然上がんないもん。すごい綺麗な。ベストワーク、ほら見て、この3人だからさ、皮が伸びちゃって、皮が。あと、デリソンになっちゃったんだよ。で、やっぱさ、ちゃんとあれで、腹筋はある。腹筋は、腹筋は。戻して、じゃあ今度、つま先今度立てます。つま先立てる。足の内側同士揃えて、裏も揃えて、かかとも揃えて、足の裏が床と90度に、そう、なるようにして、お尻に置いてあげて、で、多分ね、ヨコちゃん、体幹、鍛えてね、で、ちゃんと伝えてるから、でもヨコちゃん大丈夫だけど、お尻の真上に顔をしっかり置いてあげる。で、足の親指の付け根に自分の重心、軸が来るように、なるほど。してあげて、ちょっと前にしてるのかな。自分で乗ってあげて、で、吸って、おへそが縦になるように、頭一つ高くして、このまま呼吸してあげる。多分、でも、ゆうこさん、ちょっと、普段できてるし、ちょっと意識してるし。アナウンサーのように、座ろうっていうのは意識してるから、自然とちゃんと軸が整ってるから、結構、こうなっちゃうという人とか、で、これ、力入らなくて、軸が、体幹使えなくなっちゃって、大きなって。ここ、骨盤を立ててあげて、で、親指に重心が乗ってると、なんかパッと見何もしてなさそうに見えるけど、意識すると全然違うね、使う場所が。吸って、頭頂を高くして、高いまま、お尻一つ、ぐーっと、内側の部分。それで、縦に呼吸してあげると、もうね、ちょっと正面向いて、お尻かかとのまま手前にスライドしてして、脇の下を伸ばしていく。きました。できたら手カップにして、手をカップ、そうカップにして、一つ肘を伸ばして、肩一つ外に向けておでこを。で、背中に呼吸入れていくように、ゆっくり呼吸してあげる。で、体側の伸び、二の腕の伸び感じながら、背中の呼吸をたっぷり入れる。で、吸いながら、肩甲骨と肩甲骨の間から四つん這いに向けて。で、肩回してあげる。
多分見たことあるの、猫の動きからいきます、うんうん。膝の真上にお尻が来るようにして、吐きながら肩甲骨と肩甲骨の間を高く引き上げていく。そうそうそう。吸いながら、この胸を開いていく。そう。上の方を開いていく。鎖骨開いて、肩と耳遠くして頭天井に伸びていく。肩がつぼまないように。うん。吐きながら、肩甲骨の間を高く。これ腰を動かしがちなんだけど、ここを動かしてね。ナイス、吸いながら、胸開く。うん。鎖骨開く。肩と耳、頭天井に伸びて、手でマットを落としていく。うん。ナイス、吐きながら、肩甲骨の間高く。確かに腰動かしちゃう。うんうん。吸いながら、胸開く、鎖骨開く、肩と耳と頭を閉じる。これに今度右足をつけます。吐きながら右膝を胸に引き寄せる。で、肩甲骨の間高くする。そう、なるべく骨盤は床と平行のまま、うん、吸いながら、右足に切っていく。骨盤平行のまま。うん、重心高く頭の天井に伸びていく。繰り返します。右の股関節の前側を縮めて、肩甲骨の間。うん。すごい、のんちゃん綺麗。ナイキのポスターみたいな。横向きの方がのんちゃん綺麗なんじゃないの。だから、横向きでやってみて。うん。で、そう、お尻引かないように、そうか。うん。吐きながら、引き寄せる。あっという歯を吸いながら、蹴っていく。骨盤、歯を重心高く、頭で、そう、手軽くストップ。吐きながら、重心高くしていくと、自然と内側の筋肉使っていけるから。うん。吸いながら、蹴ったら、そのまま右膝曲げて、左膝が、反対のベストが。うん、私は鏡で。うん、吸って胸を開く。頭一つ高く。うわぁ、すぐ。吐いて、バランスに伸びていく。伸びる。うん、伸びる。吐いて、解放。反対側を伸びしましょう。吐きながら、今度左膝、右膝、うん、引き寄せ。で、蹴っていく。重心高く。手は、そう、軽くしておく。吐きながら、引き寄せて。うん。吸いながら股関節の前側が伸びます。重心高く。うん。左膝曲げ。うん。吸って、ね。あ、口が硬い。うん。のんちゃん、ほら、すごい綺麗だね。そう、胸の上の方に、こうで手をすくい上げるように。そう、首の周り広くしておく。うん。はい。で、バランス伸びます。うん。はい。で、私はこんなことです、うん、でこのままダウンドッグ、うん、犬のポーズとか爪先に入れて、どういうこと三角形になる。そう、ただ肩をゆっくり出す。足ちょっと大きめに広げてもいい、うん、でまず足踏みしてあげる。私さ、かかとまでつかないの。うん、そうだね、つかなくていいかもね。脇股開いて、そうだ、肩ができるのもして何この犬のポーズ。犬ほどきついことやってる？これで基本。すぐできるかな。で、肩こうやって前に出ちゃうと、重心向こうに前に行っちゃうと、うん、肩痛い、疲れる。だから、すごい。肩開いたよ。これも横向きにやってる。すごい綺麗だよ、三角形。手首から、そう。手首から尾骨の上を、一直線ならまず足踏みを下げる感じ。どうなってんの？そう、めっちゃ三角だよ。そんな行かないもん、ほら。滑っちゃうね。横にすれば。あ、なんとそうだね。だからもうさ、ここが痛いわ。うん。そこのバッカーで見る。まず、ゆっくり出せる。足の、あ、そうそうそう。さあ、で、一呼吸ごとに、かかとを、うん、マットに、押し付け上げる。いや、押し付けてくださいで、そうそう、これ、違う。ここがさ、そうそう。こうなってる。うん。このまま足踏む。いやー、これ、ちょっと。いやでもそれでつかないよ。みんなこれは最初かかと一回両方とマットじゃんって、うん、で膝
膝の上に緩める。そう。出来事を出るのに突き出す。バックモーション緩めた。そう、緩めた。膝バッと緩めていいので、自分のお腹と太もも近づいてあげる。お腹と太もも。そう。ピコツグーッと天井に突き出す。膝バッと緩めていいよ。うんうんうん。そう。太ももがかかとマットにつける。膝の上。痛い。そこから少し膝を伸ばす。膝伸ばす。そう、ここね。うん。ちょっと痛いですね。かかと見ちゃう。痛いですね。これなんですか。痛い。腰と足の後ろが伸びるでしょ。腰伸びるでしょ。うん。これ犬のポーズで、肩が前に行っちゃうと、ダメなのね。で、一応強で、で、そのまま膝を緩めてあげて、肋骨とここまで引き上がらせるよ。あんまり気にならないでもこれ、なんか一つっていうときはこのポーズをしてあげて、何呼吸かしてあげると伸びるから。いいです。すごいわ。犬やってるもん。ほら、犬が気持ちよく伸びをするので、ちょっと犬はさ、こんな感じで。ああ、そっか。うん、すごいね。それをさ、一緒にできるのすごいよ。いや、これなかなか、ここね、そう、持ち上げて、そうか、これやっぱ、かかとも遠く。むずっ。重くなってる。もうね、お腹いっぱい出てきた。OK 、そしたら、一回これでチャイルドポーズで遊んであげる。っていうのがあるんだけど、戻した方がいい、私も。が、いい、このままで。横向き。で、これ、お休みのポーズなんで。これは楽。力抜いたら、抜きにくかったら、お尻から上で下げてみます。で、吸って、吐いて。そしたら、吸いながら、ゆっくり手で胸を引きながら、吸いながら、吸って。もっと上に行く。もっと上に行く。もっと上に行く。全身をストレッチするような感じでね、呼吸してあげて。全然激しくないのに、効いてるね。そうだね。うん。ゆっくり。ポイントはやっぱ本当に呼吸だから。そうか。うん。止めない呼吸でね。そう。力をどうしても入れちゃうと自然と止まっちゃってるから、うんうんうん、呼吸を常にゆっくり深くしてあげる、うん、で、 できたら鼻呼吸がいいから鼻に吸って鼻で吐く、うん、ゆっくりストレッチする感覚で、うん、胸を開くときも吸ってあげる、うん、で胸を閉じるときはぁ、うん、この基本はこれだからそのポーズによっていろんなポーズもヨガであるけどこの時に胸を開くときは吸うで、吐くって思ってあげると、うん、呼吸が取りやすくなる、うん、ありがとうございます。あのやっぱりね、教えてもらいながら思ったのが、のんちゃんに支えてもらったりすると、あ、これねっていうのも分かったんで、うん、ぜひあの、来てもらって、実際に教えてもらうと、自分で言うとやっぱね、どうしても甘くなっちゃうかもしれない、自分に。そう、ぜひ、あの、床暖入ってて今、暖かいです。そこそこ確かに暖かいです。で、あの、予約もいらないので、あの、千駄ヶ谷トゥデイヨガで検索していただいて、はい、トゥデイサガラヨガスタジオというので、スケジュール見てよかったら、いずれお待ちしてます。うん、私、原宿駅から歩いてきたら10分ぐらいで着きますから、ね、すごいいい場所であるんで、うん、私もまた遊びに、ヨガのレッスンも受けさせてください。お願いします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。バイバイ。